なんと脆い存在。人間の冒険はもう終わりを迎え、君の魂、いや私が欲するものではない。ヴァルハラの力よ、さまよう英霊を導きたまえ。あれは超古代文明ジュピロスが世界に残した最大の遺産だよ。いやいや、君は悪魔と取引するわけではない。冒険者よ、魔剣で空を切り裂くのだ。深淵の力か。タラトスの意志は俺が継ぐ。ループ回路を閉じ、フォーシパルスを再起、魔導ギアを悪転化、フォトンマスター起動。怖がらないで、ヴァルハラは君を守り続ける。私の聖なる盾の前では全ての闇は滅ぼされる。運命は純粋な魂を導く。流血を浴び、新たな姿で未来を迎える。星々はあなたに宇宙の王妃を授けます。永遠にプロンテラを守る。ミッドガルドの守護者となる。破滅からの再生、炎の中で私は生まれ変わったのだ。記憶と未来への希望を見届けるわ。情熱的な太陽への祈り、霊源な月の前にこの大地を守り続ける。イグドラシルの木が誕生し、5つ目のエレメントが生まれた。それはあなたから離れることなく共にあり続けている。初めて抱いた夢と希望を変わらず抱き続けてください。奇跡がいつかあなたのもとに訪れるでしょう。光と影は表裏一体。あなた、私のように共同体。まだわからないのか。
翼を広げ、永遠に不変の無垢な心を守る。私の刃は君の魂を渇望しているよ。あんたも血と殺戮に満ちた暗影のダンスを私と踊ってみるか。時の流れは止まることを振り向かない。未来だけを見て。を揺るがすことなどできない。準備はいいか。一度禁忌の本のページをめくると、もう運命に逆らうことはできないぞ。無垢なる魂よ、神々の祝福があなたと共にありますように。全ての望みに応えるのであれば、それ相応の対価を支払わなければならんぞ。愛によって結ばれた契約は、ぬくもりある絆なのにゃ。禁忌の扉は開かれた。魔法の源を探しに行け。君の前に新たな道が開かれる。やがてエレメントは予言の中で再定義される。光の中で祈るのです。暗黒から私たちをお守りください。生命を作り出す？いいや、これは等価交換だ。僕と契約した自然の精霊たちよ、一緒に冒険へ出かけよう。